時間がつくようになりました。この今左下、まあ時には左上に時間があって、その時間内にやんなきゃいけないっていう、いろいろね、これ1作目じゃないよ、これ2作目2だから。で、例えばだけど、この時間こっから例えば20分から40分までにしか発生しないイベントとかあるのね。ああ、人が移動したりするから。だから前みたいな、なんかそう適当に行ってなんとかなるっていうわけでもない。ああ、決められたやつはちゃんと行かないとそもそも逃すっていうことが起こりうるから、結構そこも大事。はい、じゃあまずはちょっと事務局行くか。一旦事務局行くわ。キャッ、え、うわ、かわいい。お、大神さん、ごめんなさい。え、俺なら大丈夫だよ。さくらくんこそ大丈夫かい。あ、私なら大丈夫です。ありがとうございます。あまり時間がないのでつい急いでて本当にごめんなさい。これすっか。何か手伝おうか。ずいぶん忙しそうだし。わ、これも可愛いんだよな。てか本当にちょ、ごめんね、全部可愛いって言ってるわ。いえ、その気持ちは嬉しいんですけど。あ、大神さんも定期に帰ってきたばかりですし、ゆっくりしていてください。あ、それならいいけど、俺に手伝えることがあったらいつでも言ってくれよ。はい、ありがとうございます。俺なら心配いらないから、忙しいのなら先に行きなよ。そうですか、すみません。それじゃ急いでいるのでこれで失礼します。本当に急いでいるんだな。それにしても何をあんなに急いでいるんだろう。あとは、ちょっと待って、オプションできるかなこれ。あ、オプションって ないのかこの状態だと。いやね、キャラ絵が結構バリエーションあるから、そう、そこも注目ですよ。売店ってまだいないかな、つばっちゃん。いるかな。あ、いた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 。いらっしゃい。何をお求めですか。大神さんじゃないですか。お久しぶりです。高村つばきです。つばっちゃんもちょっと可愛くなってる。久しぶりだね、つばっちゃん。俺もまた定時に復帰できたよ。よろしくね。はい、米田支配人からお聞きしてずっと待ってたんですよ。なんといっても大神さんはこの売店のお得意様ですからね。なんだ、待ってたってそういう理由か。あ、そうそう、大神さん、もう着任届は書きましたか。いや、まだだけど。ダメじゃないですか。かすみさんやゆりさんが困っちゃいますよ。それじゃあ、私が事務局までご案内します。あ、さあ、行きましょう。ラッキーラッキー。まだブロマイド買いたいんだけどな。一回つばちゃんに連れてかれちゃうのか。久しぶりです、大神さん。私です、ジムの藤井かすみです。みんな久しぶりだな。またこれからもよろしく頼むよ。それじゃあ大神さん、こちらの着任届にご記入お願いします。
はいはい。これでいいんだっけ。はい、結構です。ありがとうございました。大神さん、面白い噂話があったら教えてくださいね。新しいブロマイドもたくさん入荷しましたから買いに来てください。買いに行こう。またいろいろとお仕事を手伝っていただくと思います。よろしくお願いします。こちらこそ、みんなよろしくね。よろしくお願いします。これが定時3人娘ね、いわゆる。さて、次はどこに行こうかな。大神さん、え？いや、つばちゃん、ずいぶんご機嫌だね。はい、大神さんが戻ってきてくれて本当に嬉しいんです。大神さんは定時に戻ってきて何が一番嬉しいですか？つばちゃんに会えたことかな。もう冗談ばっかり。大神さん本当にナンパなんですね。硬派な大神さん、ナンパな大神さん、どちらも同じ大神さんですけど、硬派ならかっこいい言葉が、ナンパなら楽しい冗談がやっぱり似合いますよね。日頃の態度によって大神さんの言葉の伝わり方も違ってくるはずですよ。なるほど。でもあまりそんなことは気にしない方がいいかもしれませんね。大神さんは大神さんらしく、それが一番いいと私は思いますから。それじゃあ失礼します。よかったら売店に寄ってくださいね。硬派とナンパが俺らしいのは一体どっちなんだろうな。ってわけで、5分経過して売店ね。まあブロマイド買うか、まずは。それじゃあブロマイドをもらおうかな。ブロマイドをお求めですね。毎度ありがとうございます。そうだ大神さん、一つお願いがあるんですけど。お客様の分もありますし、ブロマイドは月に1枚しかお売りできないんです。何枚も欲しいでしょうけど、お客様のためにも1枚だけで我慢してくださいね。はい、まあいつも通りね。で、1は外見からはほぼほぼ見えなかったけど、2からは見えるから。だから直接、さくらくんならもうさくらくん買うよっていけるってことね。それはさくらさんのブロマイドですね。さくらさん、大神さんが帰ってくるのをとっても楽しみにしてたようですよ。そんなさくらさんのためにもブロマイドいかがですか？ぐいぐい来るな、つばちゃんもな。じゃあこれで夏服かな。さくらさんのブロマイドですね。50銭になります。毎度ありがとうございます。 OK、 つばちゃん話してみるか。大神さんご存知ですか？今年から花組の公演は年に4回になったんです。夏、秋、冬、そして春、3ヶ月に一度の季節公演ですね。次の公演は6月からの夏公演になります。なるほど。でも公演がないのにどうして売店にいるんだい？公演がなくてもブロマイド等を買いに来られるお客様がいらっしゃいますから。それに私、お客様の笑顔が見られるこのお仕事が好きなんです。そうか、偉いね、つばちゃん。 OK、 じゃあ行こっか。それじゃあそろそろ行くよ。お仕事頑張ってね。毎度ありがとうございます。また来てくださいね。おっしゃ、どこ行こっかな。12時までに中女のとこ行きゃいいから、まあまだ行けるよね。いろいろ上行く？上とか行ってみる？いろいろ待ち部屋がね、2部屋あって、で、遊戯室っつうのができたね。
サロンの隣にね。で、あとは、まあでもあとはそんな変わんないか。まあ。だからなんか二人は準備してそうだったかな。あと屋根裏部屋も増えた。ここが俺の部屋か。今日からここで俺の新しい生活が始まるんだな。まだ行く。俺の部屋にはいつでも来れるし、他の部屋に行くか。下、行ってみっか。ん？あ、アイリスだ。お、兄ちゃん？何してるの？やあ、アイリス。ちょっと定期の中を散歩してるんだよ。ねえねえ、お兄ちゃん。それじゃあ、アイリスとお話ししようよ。なんだ？アイリスはよっぽどのことしない限りは、そんな下がんないから。アイリスといえば、この大きなリボンが目印だ。このリボン、かわいいでしょ？そうだね。アイリスにはやっぱりリボンがよく似合うよ。しょうがった。ありがとう、兄ちゃん。兄ちゃんに褒めてもらって、アイリス嬉しい。よし！目とか。いや、ジャンポールかな。アイリスはいつもジャンポールと一緒なんだね。うん。ジャンポールとはフランスにいるときからずっと一緒なんだもん。そうだ、お兄ちゃんもジャンポールにご挨拶してあげてよ。そうだな。握手しようかな。よし、ジャンポール。再会の握手だ。これからもお互い、アイリスと一緒に頑張っていこうな。ありがとう、お兄ちゃん。ジャンポールよかったね。お兄ちゃん握手してくれたよ。よし。目とかで。綺麗な青い目だな。本当にお人形さんみたいな。兄ちゃんどうしたの？さっきからアイリスの目じーっと見て。いやだから、これ、ずっと見たりするとやっぱ怒る人もね、まあ、昔はいたわけだから。ああこれとりあえず全部見ときゃいいってわけでもないからね。お、わかった。にらめっこだね。じゃあ始めるよ。せーの、じー。服見るか。ちょっとこの辺とはゆっくり始めるとちょっとね。アイリスってないのか。そんな下の方見るみたいな。服見るか、服。アイリスらしい可愛い服だな。アイリス11歳になったし、背も大きくなったんだよ。だから、11歳って言われてもなんかあんまよくわかんないね。ピンとこないよね。だからこの服も桜に大きく直してもらったんだよ。ただまあ11歳って言ったら、小学校言ったら5年生ぐらいってこと？そしたらなんとなくわかるか。リアリティ出るか。喋るか。よし、そうそう。ねえねえ、お兄ちゃん。新しくなった手引き、どう思う？まだ全部の部屋を回ったわけじゃないけど、いろいろ新しくなってるね。うん。新しくなった舞台でアイリスも早く踊りたいな。お客さんもたくさん入るようになったから。あ、そうなんだ。切符を切るモディのお仕事も大変だね、お兄ちゃん。あ、そうか。俺にはモディという仕事があったんだっけ。お兄ちゃん1年以上モディのお仕事やってないから最初は大変かもね。アイリスたちが舞台のお稽古するみたいにお兄ちゃんもお稽古しておいたら。モディリ？モディリの？それじゃアイリス行くね。バイバイお兄ちゃん。モディリの稽古か。確かに長い間やってないからな。しかし俺はこの調子だと相変わらず雑用でこき使われそうだな。でまだまだ時間あるよね。余裕だな。もう早く行った方がいいとかあるんだろうけどな。大神さん、申し訳ないのですが、この先は立ち入り禁止です。立ち入り禁止？何かあったのかい？
地下フロアは一部を改修工事中なので降りられません。そしてこの奥は大神さんだけ立ち入り禁止です。これだけ立ち入り禁止？どういうことだ？申し訳ないのですが、今は言えないんです。とにかくこの先には行かないようにしてください。お願いしますね。まあまあ言ってるようなもんだけどね。もうそこまで言ったら、ほんであと中庭とかできたから、中庭も行ける。前はこのスペース何もなかったけど、中庭にも行けるようになりました。あ、大神さん。いや、さくら君、平田ぼっこかい？ええ、とてもいいお天気だから少しお散歩してたんです。うーわ、春の日の光を浴びてキラキラ輝いてる。綺麗だな。すごいなんかロマンチックなこと言うんだ。私の髪に何かついてますか？え、いや別に何もついてないよ。綺麗な髪だなと思って見てたんだ。ごめん、ジロジロ見て。あ、喜んでくれた。ありがとうございます。そう言ってもらえるととっても嬉しいです。さて、目とかどうだ？さくらくんの瞳に俺の姿が映ってる。おかみさんの目の中に私が映ってる。さくらくんの目にも俺が映っているよ。なんだか照れちゃいますね。じゃあ喋るか。大神さん、春は出会いの季節ってよく言われますよね。今日も私たちの新しい出会いの日です。今日から楽しい思い出を作っていきましょうね。そうだね。おっと、わかんねえ。嬉しい思い出、楽しい思い出、きっとたくさん作れるさ。はい、大神さん、そろそろ行きましょうか。そうだね。俺も米田支配人のところ行く途中だし。それじゃあ失礼します。また後でゆっくりお話しましょう。さて、俺もそろそろ行くか。じゃあまあそろそろ行くか。ちょっと早めに中将のところに行きます。よし、支配人に挨拶するか。大神です。米田支配人いらっしゃいますか？おう、大神か。まあ、帰れ。はい、失礼します。本日一蓋丸々をもちまして、帝国歌劇団に配属になりました大神一郎、出頭しました。なんで、えらく早いな。ちゃんとみんなに挨拶してきたのか。ところで大神、お前には今日からこの帝劇で隊長として働いてもらう。花組の娘たちは普段は帝国歌劇団の一員としてこの劇場で暮らしている。しかし有事の際には帝国歌劇団の隊員として戦わなくてはならない。舞台では縁の下の力持ち、舞台では指揮官、隊長ってのは大変な仕事だ。花組に戻れたからって浮かれるんじゃねえぞ。気を引き締めていけよ。はい、わかりました。よし、以上だ、以上だ。おっと、その軍服じゃ目立ってしょうがねえな。ほら、自分の部屋でこれに着替えてこい。わあ、この服懐かしいな。なんだか花組の隊長になったんだなという実感がすごく湧いてきました。あっ、そうかそうか、取っておいた甲斐があったぜ。では着替えてきますので失礼します。お、あれ、さくら君、アリスも一緒にどうしたんだい？お兄ちゃんたちのお話が終わるのを待ってたんだ。そういえば2年前に初めて来た、ここに来た時にもこんなことがあったな。また昔みたいに2人で立ち行きしてたんじゃないのか？もう大神さんの意地悪、今度はちゃんと待ってただけですよ。
大神さん、お部屋に戻るんでしたら、お部屋に戻るんでしたらお送りしましょうか。やべえ、ダメ、お兄ちゃんはアリスが連れてくんだもん。行こう、お兄ちゃん。まあまあ、ここはやっぱね、丸く収めないといけないからね。それじゃあ二人に送ってもらうか。みんなで一緒に行こう。うん、そうですね、三人で仲良く行きましょう。それじゃあ大神さん、行きましょうか。下げずに行きたいよな、基本は。今日からここが俺の部屋か。お兄ちゃん、あのね、今まで秘密にしてたんだけど、お兄ちゃんの歓迎会を今から楽屋でやるんだ。え、俺の歓迎会？黙っててごめんなさい。大神さんをびっくりさせたくて内緒にしてたんです。え、アイリスたくさん準備したんだよ。そうか、わざわざ俺のためにありがとう。それじゃあすぐに着替えるからちょっと待っててね。わかりました、アイリス、お部屋の外で待ってましょう。うん、それじゃあ待ってるから早く着替えてね。さて、それじゃあ急いで着替えるとするか。やべ、早くしないと。え？おう、服を畳む。危ね危ね、ズボン履く。おーし、完璧。これだから全体の時間があって、その中でこう、選んでいくみたいなパターンも増えました。だからちょっとこう、選択肢を、だから結構判断力問われるよね。おっと、そうだ。着替えたばかりだし、髪は溶かしておこう。これでよし。お待たせ、着替え終わったよ。お兄ちゃん、もう着替え終わった？わあ、お兄ちゃんかっこいい。大神さん、とってもお似合いですよ。だから完璧やったから、やるとだからこういうことになるってこと。あ、ちゃんと脱いだ服が畳んである。お兄ちゃん偉い。さすが大神さんですね。私も感心しちゃいました。ありがとう。それじゃあそろそろ行こうか。パン一で行ったらやばいから。お待たせしました。服も着替えたし、いつでも行けるよ。わーい、行こう行こう。場所は楽屋だよ。ねえ、早く早く。アイリスったらはしゃいじゃって。おいおいアイリス、そんなに手を引っ張らないでくれよ。いいから早く早く、お兄ちゃんの歓迎会なんだからね。かわいいね。お兄ちゃんこっちこっち、中に入って。じゃじゃーん、それじゃあお兄ちゃんの入場です。かわいいね、マジ。これはすごい、楽屋が綺麗に飾り付けられてる。お兄ちゃんこっちこっち。はい、ここがお兄ちゃんの席だよ。で、こういうほのぼの感が楽しめるのがマジ最高。ああ、これなんだよな、余裕あるな普通は。それでは大神一郎くんの花組への配属を祝して乾杯。わーいわーい、これからはお兄ちゃんとずっと一緒だね。
大神さん、大帝国劇場へお帰りなさい。大神さん、これからもよろしくお願いします。ありがとう。みんな同じ帝国劇団の仲間として一緒に頑張ろう。だからアイリスの声は少しちょっと補正を強みに入れて、脳内補正を。あ、そうだ、あのなんか漢字へようこそ花組映画、こう右のあれね、右から読んでくるやつ。明日からは雑用たくさんやってもらうからよ。今日はパーッとやろうぜ、パーッとな。わっはっは。おっと、言えない、大事なことを忘れてたぜ。酔っ払う前にみんなに話しておかねえとな。何ですか、シャイニー。実は今日、大神以外にも新メンバーが加わることになった。本当？イタリアから来た17歳の女の子だ。みんな仲良くしてやってくれよ。来るぞ。本当ですか？それじゃあ花組に新しい仲間が増えるんですね。野上さん、どんな方がいらっしゃるか楽しみですね。日本に来たばっかりならわからないことも多いだろうし、仲良くしてあげないとね。そうですね、私も仙台から来たばかりの時は不安でしたし、花組ではチームワークが何より大事ですからね。仲良くなれるといいな。それじゃあみんな、新隊員を紹介しよう。花組の新メンバー、ソレッタ織姫だ。もう癖強いの分かるでしょ。癖強すぎるやろ。最初のフンっていうのがね、もう怖い。織姫って呼んでください。ソレッタの家はイタリアでは赤い貴族と呼ばれる名門だ。はい。へえ、すごいんですね。この3人は、かすみ、ゆり、つばき、劇場の事務を取り仕切っておる。そして、さくらとアイリス、花組の隊員だ。新宮寺さくらです。よろしくお願いします。やっほー、アイリスでーす。こっちは、クマのジャンパール。仲良くしてね。よろしくお願いします。そしてこいつが大神一郎、帝国歌劇団花組の隊長だ。まあとりあえず真面目に挨拶しよう。はじめまして、帝国海軍少尉大神一郎です。帝国歌劇団花組の隊長を務めています。よろしく。織姫くん、少尉さん、私はっきり言って日本の男を好きがありません。日本の男、軟弱で意志が弱くて小ずるいです。隊長だかなんだか知らないけど、私の足を引っ張らないでくださいね。織姫くん、まあまあ挨拶はそのくらいにして、織姫も大神も座れ。何これ、床が草でできてます。
堀姫さん、イタリア生まれだからわからないんですね。いやだから織姫結構片言すごいな。これは畳っていうんです。日本の文化です。日本人は草の上で生活するんですね。変ですね。劇場もボロっちいし、もういろいろ最低って感じ。ローマの優雅で格調高い劇場が懐かしいです。織姫ってローマの劇場に出てたの？ローマだけじゃなくてヨーロッパ中の超有名な劇場をいつもいつも超満員にしてたのです。まあイメージ的には癖強めのスミレ君みたいな感じは最初あるかな。うわあ、すごいですね。まあ日本に来たばかりで最初はわからないことがたくさんあると思うけど、親身になって相談に乗るから何でも聞いてくれよ。私もうお部屋に帰らせてもらいます。え、これ以上付き合ってられません。織姫さん、どうしたんですか？別に、ここにいても退屈だから帰るだけです。やべえな。織姫くん、ちょっと待ってくれよ。俺が何かまずいことを言ったんなら謝るよ。日本の男とこれ以上お話ししても時間の無駄です。お先に失礼します。織姫くん。あ、織姫くん。ああ、ダメか。言ってしまったようだ。大神さん、織姫さん、一体どうしたんでしょう。そう、追いつけんかったな。やれやれ、定時に復帰したばかりだというのに、前途多難だな。